はいどうも、始まりました。龍一ビジョンの龍一です。どうも。今回の動画はですね、以前コメント欄でですねリクエストがあったんですけど、このカミソリシックハイドロ5のですね全剃り、要は最後まで剃ってほしいというコメント欄にコメントがあったわけですよ。ということで今回これで最初から最後まで綺麗に剃って、これだけ剃れましたよっていうのをですねお見せしたいと思います。まずこの状態をアップで、こんな感じですね今で。一応今回使う、ジェルがですね、シェービングジェルですね、シェービングジェルが、こちらを使います。シックハイドロ専用のですね、肌潤い、するっとそれて肌潤いというやつのお得用のやつがあるので、これを使って、これを塗布して剃っていきます。でも結構ちょっとね蒸しタオルみたいな感じで今あったかくなってるんで、大体これぐらいですね。もうちょっといってきますか。それではいきます。とにかく5枚刃というだけあってよく剃れるんですけど、肉を削げますから、あんまり力むとですね、はい、いや本当冗談で言ってるわけじゃないです。本当に肉がそげて流血します。だから頭に使うこと自体はね推奨されてないんですよ。用途外なのでちょっとここら辺はですね、一応自己責任の上でこの頭の髪の毛に対して使用してください。このね、襟の上、見ますか？中指で、こんな感じ、こんな感じで、中指もこんな感じで。襟足を入念に取っていきます。これが耳の周りですね。耳の周り。もうドライな状態でですね。このシェービングジェル塗布したら速やかにさっさと剃らないと。乾燥していくわけですよ。なので、早く剃らないとまたシェービングジェルを塗らなくてはいけなくなるので速やかに剃っておきます。普段これはお風呂に入った時にやってるんですよね。最近毎日1回です。料理ですね。あ、吹き出物が頭にできた。吹き出物を肉と一緒に添えられてしまったかもしれません。もうそろそろさあ、お時間はどれぐらい経っているのかまだ分かってません。早く剃りたい。ノーカットで行きたい。はい、ということで終了しました。ちょっとねタオルで拭きたいと思います。
それでは皆さんいきますよ。どれだけ綺麗に剃れたか。最初のはもうお見せしてますからね。こんな感じということでね、これだけ綺麗に剃れると、下手したら肉まで剃げると、これは注意してくださいね皆さん。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がもしよろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の皆様、この画面下よりチャンネル登録できますのでよろしくお願いします。それではお時間になりました。それではさよなら。